はい、こんばんは。20日放送のテレビ朝日系モーニングショーにおいて、厚生労働省がですね、新型コロナウイルスに対する医師向けの診療の手引きの改訂版を公表したことを報じている際ですね、その番組の流れの中で玉川徹氏はですね、新型コロナの感染拡大防止をする上で日本の人々がマスクをしていたことについて次のように発言しました。ちょっと発言をですね、僕の方で文字で起こしました。重要なのは自分で症状はないけども感染していて感染力のある人が随分いたようだ。そういう人もマスクをしていた。僕ら日本人は感染したくないから、要するに予防としてみんなマスクをしていた。ずっと今までも。ところがそうではなくて、症状はないけどうつす可能性のある人も自分がうつりたくないと言ってマスクをしていた。そのマスクが人にうつさないという意味で実はものすごく効果を発揮していたのは、ある意味で言うと僕はうつりたくないというエゴがぐるっと回って感染を防いでいたということがあるのかなと思って、非常にこれは興味深いなと思っています、ということなんですね。しかしですね、この玉川さんのおっしゃっている日本人は感染したくないから、要するに予防としてみんなマスクをしていた、移りたくないというエゴがぐるっと回って感染を防いでいたということがあるのかな、という発言に対して、それは違うんではないかと、あるいはそれはエゴではないというですね、まあこの玉川さんの発言に対して異議を唱える声というのが、まあ、ネットを中心に多く上がっています。で、玉川さんの発言の趣旨というものをまとめてまいりますと、1点目はですね、感染拡大防止に努めマスクをしている日本人はですね、感染したくないから予防としてマスクをしている、つまり自分がうつりたくないということがあってマスクをしているんだということですよね。で、2点目はうつりたくないと思ってマスクをする人はエゴであるということですね。で、この玉川さんの発言に対しまして反論させていただきますと、1つ目のですね、感染したくないから予防としてマスクをしているというのは玉川さんの事実誤認もあると思いますね。つまり我々日本人がですね、マスクをするっていうのは他人に、他の方にうつしてしまってはいけないから、他者にうつしたくないからマスクをするっていうのが根本にあるわけです。で、中には当然ですね、自分がうつるのを防ぐためにマスクをするっていう方も当然それはいらっしゃると思います。ただし自分がうつるのを防ぐためにマスクをする人がエゴであるとは僕は思いません。で、つまりマスクをするっていうことは、その日本の社会のマナーとして、そして感染拡大防止をするために他の方にうつしてはいけないというその理由からですね、マスクをするっていうのがありますよね。そしてそれに付随して自分がうつるのも予防するためにマスクをするっていう理由も、それは付随の理由としてもあります。つまりこのマスクをするっていうのは、我々日本の社会におけるその一般社会に浸透したマナーと言っていいと思いますね。特にこのインフルエンザとかそういったことが流行る季節においては、もうすでに我々日本にこのマスクをするというマスク文化っていうのは浸透しているもう一つのマナーですよね。ですので、それは感染したくないから予防としてマスクをしているっていうことだけが日本人がマスクをしている理由ではないと思います。で、玉川さんのおっしゃっている、僕ら日本人は感染したくないから、要するに予防としてみんなマスクをしていた、自分がうつりたくないと言ってマスクをしていたという見方っていうのはちょっと一方的なんじゃないかなと思います。で、そういう理論っていうのは今の日本の社会の風習、マスク文化っていうことを冷静に見た場合には、そういうご意見っていうのは成り立たないんじゃないかなと思います。で、2つ目の移りたくないと思ってマスクする人はエゴっていうことなんですけど、その意見について見てまいります。で、ここでエゴという言葉の定義を見てまいります。で、エゴとはですね、大辞林なんですが、エゴとはですね、自我に同じ、自我の強い人、エゴの強い人ってことですね。で、2つ目はエゴイズムの略、エゴの塊のようなやつだとかですね、そういう言い方ができるということですね。じゃあこのエゴイズムとは何なのかということを同じく大辞林で調べますと、自分の利益だけ重んじる考え、自分本位の考え方、利己主義、大国のエゴイズム、大国のエゴをむき出しにした政策とかですね、そういう使い方ができると、あるいは利己主義に同じということですね、ということになります。つまり玉川さんのある意味で言うと、僕は移りたくないというエゴがぐるっと回って感染を防いでいたということがあるのかなと思って、という発言を大辞林の言葉の定義をもとに訳しますと次のようになります。
ある意味で言うと、僕は移りたくないという自分の利益だけ重んじる考えがぐるっと回って感染を防いでいたということがあるのかなと思ってということになります。しかしこうした発言あるいは見方といいますかね、というものは我々日本人が国民一丸となって、あるいは社会が一体となって新型コロナの感染拡大防止に取り組んだ日本国民全体の努力というものを軽視した発言につながらないでしょうか。我々日本人はですね、利己主義のもとにマスクをつけていたのではありません。我々日本人はですね、新型コロナの感染拡大防止をするためにマスクをしていました。そして自分で症状はないけども感染していて感染力のある人もですね、ご高齢者や基礎疾患をお持ちの方など、あるいは他の普通の方に対してもそうですけれども、そうした全ての方々のために感染を広げないようにするため、つまり感染拡大防止をするためにマスクをしていました。そして一人でも感染者を少なくして医療現場の崩壊をしないように日本国民一丸となって頑張ってマスクをしていました。そして新型コロナによる重症者がこれ以上出ないようにというふうに思ってですね、そのために努力してマスクをしていました。こうした理由がですね、普段からインフルエンザなどの季節になると他者にうつさないようにマスクをするという日本の文化があった、あるいはその日本人の風習と合致して新型コロナの感染拡大防止を日本国民の国民一丸となった努力の結果として達成することができたんだと僕は思います。今回の玉川さんがおっしゃっている、僕ら日本人は感染したくないから要するに予防としてみんなマスクしていた、ある意味で言うと僕は移りたくないというエゴがぐるっと回って感染を防いでいたということがあるのかなと思ってというご発言はですね、こうした日本人がエゴや利己主義ではなく真剣に日本人全体のために、そして日本の社会のために新型コロナ感染拡大防止に取り組んだというですね、ある種の日本人の献身的な努力というものをちゃんと見ていないのではないでしょうか。玉川さんには日本人が今回どれほど一丸となって新型コロナの感染拡大防止に取り組んだのか、それはエゴではなく日本社会と他者を守るという精神から来ているという事実もちゃんと見ていただきたいと思います。そしてテレビ局にはですね、事実を冷静に客観的に人々に伝えるという努力をしていただきたいと思います。そして今回日本国民が一丸となって新型コロナの感染拡大防止に取り組んだことで、ここまで新型コロナを抑え込むことができた、そうしたですね、日本の新型コロナ対策における良い面というのもあるわけですよね。成功した面というのもあるわけですから、そうしたプラスの面といいますかね、日本が今回の新型コロナ対策において成功した面というのも報道していただければと思います。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特典の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですのでこの動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。